メディアを再生するクルーエル、クルーエルラブ、痛ましの恋は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で監督はジョージ・ニコルズ。1971年に映画研究家ウノ・アスプランドが制定したチャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演8作目にあたる。日本語題名は他に 恋のしごきがある。ヘルパス教は娘に求愛するが、冷たく断られて失恋する。悲観した、ヘルパス教は水を煽るが、水を毒と信じていたため、ありもしない断末魔の苦しみを味わうこととなる。チャップリンがいわゆる、チャーリーではない役柄を演じた作品の一つで、全体的な構成は、メロドラマのパロディとなっている。ノンフィクション作家で、映画視野のテッド・オクダは、 偽物の毒物の設定が1947年の殺人教時代に応用されているとし、ヘルパス教のキャラクターそのものも殺人教時代の主人公、アンリ・ベルドゥの若い頃のようだと述べている。なお、この作品のオリジナルの上映時間は16分であるが現存するのは約9分のみである。一時は失われた作品の一つと考えられていた。1914年制作。 2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。